しおしゃべりしましょう」なんて君が言うからさ、はしゃいだ夏の放課後、ベンチに腰掛けた。そろそろ送らなくちゃな、君のままに叱られそう、不満げな君の態度、二人乗りの街道。このまま時計が止まれば、真面目すぎる話はよしてね、下手な毒を友達に茶化されたな。アイスでも買わないか。いつも通りの道にも予想できないエピソード。期待してる僕と星空を見上げる君。このまま時計を壊して。